にちは。私は東ティモールのマリアナから来ました、アリオニトです。今、西日本研修センターでは、農業を勉強しています。国へ帰ってから、農業の先生に、行く農業を教えてあげたいんです。ここでも、農業の仕事を働きたいです。これから、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。私はアルフィンです。インドネシアから来ました。西日本のユノフィズです。今年から3年間ぐらい日本に働きます。国に帰ってからこちらで勉強したことを自分のふるさとにやりたいです。そして若者の人たち集めて一緒に仕事をしたいです。はい、以上です。どうもありがとうございました。皆さん、こんにちは。西日本から三塚と言います。住み続けられる未来への私の挑戦、SDGs の取り組みでもっと明るく活力のある住処にするために、環境の整備、特に、食の安全、農産物を会員さんにお届けします。皆さん応援よろしくお願いします。西日本センターの園田です。西日本センターでは野菜がたくさん取れますが、規格外の野菜も取れます。その少しでも減らすため、2020年の11月から2ヶ月に1回ほどのペースで、本屋さんでオイスカの規格外の農産物を販売したりしています。野菜を買ってくださった方にはオイスカの活動を紹介したりしています。これからも販売会などを通じてオイスカの活動や野菜の美味しさを伝えていきたいです。